はい、皆さんこんにちは、隊長です。はい、今回は僕たちの今後について皆さんに、報告をさせていただこうかなと思って動画を回してます。はい、僕たちがまず YouTube を始めて、その時にどういう思いでスタートして、で僕たちが今後 YouTube をどこまでして卒業なのかっていうところの報告っていうのをまた皆さんにしてなかったので、これを機にしたいなと思って動画を回します。わかりました。はい、まずは、レスキューハウスが生まれたのが約2年以上も前、はい、ね、そうですね、2年半ぐらい。始めたのが2020年の4月が本格スタートして、まあ、2年半ぐらいなんですかね。はい、僕たち2年半ぐらいに、まあ、僕がもともと消防っていう経験から、やっぱり助けたい命がかなり災害現場であったと、でそれを助けられない自分の無力さを痛感して、もっともっと消防の知識と市民の方の知識の格差がなくなれば、夕日がな、消防と同じ知識と経験があったらどういっぱい助けられると思うよな、自分の大切な人と、はい、で助ける助けないって確率論で、 あくまでもこの事件とか事故が起こった後の助かった助かってないっていうのは確率論でしかなくて、けどその確率、自分の大切な人を守るための確率をどん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 上げていきたいっていう、そういう思いから僕は発信をするっていう決意になりましたと。そうです。でその、まあ、キャッチフレーズというか皆さんも覚えてもらってるように、助かる命を助けるために、まあ、この助かる命を助けるためにっていうのは本当に僕の人生のテーマでもあって、まあ、それがレスキューハウスっていう名前に変わって、それを夕日が、元テレビ関係のお仕事をしてたっていう、制作する方のね仕事をしてたっていう経験から、一緒に日本の防災をアップデート してほしいっていうので、まあ、一緒に立ち上げた、媒体になりますと。はい、で、まあ、これがスタート、はい、で2年半いろいろありました。で約300本近い動画、そうですね、もう350、60ぐらいだと思いますもん、うん、はい、それぐらいの動画を上げた中 で僕たちがすごい、レスキューハウスについて思うのが、僕の知識経験だけで救えないっていうのはもう僕初期の頃から言ってるんですよ。助かる命を助けるためにっていう、理念とか目標を掲げてるけど、僕の知識経験だけじゃ無理や、そこで皆さんの知識経験とかをコメントで入れてくれてる、こういうメディアになってきたなっていうのがすごい、感謝の気持ちでいっぱいな部分です。はい、はい、本当に皆さんのありきの、レスキューハウスの媒体になってきたなと、ただレスキューハウスはどう今後どうしていくねっていうところ、はい、レスキューハウスって引退するのかっていうところ、まあ、ここをね、皆さんに報告してないなっていうところがあったんで、まあ、夕日の中でこのレスキューハウスの引退とか今後どうしていきたいっていうのがあるの？いやー、まあでも引退っていう意味で言うと、一つ指標っていう意味では、やっぱり僕が、もともと消防とか防災の全く経験のない中で今こうやってさせていただいて、徐々に、まあ、知識とかもつきながら、成長させていただいてるんですけど、まあ、これが本当にもうレスキューハウスがなくても大丈夫だなって自分自身が入れるぐらいの知識が入ったら、もしかしたら引退っていう可能性もあるかもしれない。なるほど。防災の知識はちゃんとアップデートされてる。僕がアップデートされてるから、もう視聴者さんもかなりアップデートされてる、世界、日本になってると思うので、まあそうなった時は、次の、何かをが生まれるんじゃないか。なるほど。俺自身は、やっぱりその日本の防災っていうのは、日本って災害大国、はい、で、これまで数多くの尊い命を犠牲にしてきたと。僕はその尊い命っていうのを無駄にしたくない、で同じ鉄を踏みたくないっていうのもあって、日本の防災っていうのを僕は世界に持っていきたい、これが本当に僕の今後の、YouTube の、レスキューハウスの未来についてなんやけど、はい、やっぱり日本っていうのは世界中の中でも防災力が高い、安全な国っていうのを皆さん聞いたことあると思うんやけど、本当にその通りと思ってて、まあ僕20カ国ぐらいしか行ったことないけど、世界は。やっぱり日本はその20カ国の中に比べたらやっぱり安全やなっていう、防災力も高いなって思う。だからもっともっと日本の防災っていうのを世界に広めていきたい。じゃあ日本の防災って何っていうと、地震だけじゃないよね、日本っていうのは。で僕が言いたい、レスキューハウスが言いたい防災っていうのは、地震から命を守ってねとか、そういうだけじゃないねんって。やっぱり急病とか交通事故とか火事とか、危険物の漏洩とか、救助事案ね、もう何でも本当に自分の大切な人と自分の命を守るための方法っていうのが僕の中で言う防災。はい、やっぱりそこを世界中にもっと広めたいし、東南アジアとか特にね、木造で耐震補強も全然されてない家に住んでる子供たちが数多くいてて、で、まあ、津波とかスマトラとかね、はい、数多くの犠牲者を出して、まあ、それのリスクってなくなったかっていうと全然なくなってなくて、
世界中には、はい、交通事故で亡くなってる人数の世界の状況を見るとかなりあると、うん、だからそれをどうやって守っていくんやっていう、でその事象が防げなかったとしてもね、はい、俺はその緊急時の行動とかを もっともっとみんなに知ってほしい、うん、防災ってその災害が起こる前に防ごうねとかそういう視点で今まで語られてきたかもしれんけど、俺が言う防災はお医者さんにつなぐまで諦めんなっていう、はい、そこない、うん、もし会ってしまっても絶対諦めんな、それはみんなに伝えてる通り僕は今後もずっと伝えていきたいところ、うん、これがしっかりと世界中、日本だけじゃなくて世界中に伝わった時に俺は YouTube を引退しようと、でレスキューハウスっていう媒体も引退しようと、だからその方法っていうのが今はありがたいことに世界に対してあのレスキュー本が翻訳されていくっていうところが、まあ、今年得られた一番のありがたいポイントかなと、はい、そうなった理由としてもみんなが応援してくれてるっていうのが一番大きい、みんなが応援してくれてなかったらそこまでできてない、だから日本の防災を変えるっていうのも全然できてないけど、まあ、海外の片道切符っていうのをまあちょっと変えた今は、はい、まあ、そこからしっかりと切り口を開いて今後の防災っていう、ちょっと防災って抽象的な言葉やけどね、その防災っていう抽象的な言葉自体もアップデートしたいし、地震よね、防災対策してる、地震対策やねってみんなピンとくるやんか、うん、そこを変えたい、まず、うん、やっぱ世界とか、まあ、日本のメディアがそうやねんな、テレビメディアって、うん、日本のテレビでよく防災って言ってる記事見たら全員地震のことを言ってるんですよ、はいはい、うん、で最近僕あのテレビ局の人と喋ってもそうやって、うん、防災っていうの地震の、うん、みたいな、ちゃうねんと、うん、俺が広めたい防災は違うから、それを知ってほしい、でそれが広まった時日本に、うん、それを世界に持っていって世界に広まった時に YouTube っていうのを引退する、まあ YouTube っていうかレスキューハウス自体を引退する、うん、まあ、これは自分の中で決めてるところかなと、まあ、ここをね、皆さんに報告っていうのが全然できてなかったなっていうところと、 DJ 社長とかが YouTube 引退するとか言って、うん、で、まあ、レスキューハウスは YouTube いつ引退するんやとかもね、ちょっと考える機会になったりとかして、はい、まあ、こういうのをちゃんと方向っていうのを示しとかないとなっていう、あの、はい、皆さんについてきてもらってる皆さんに失礼かなと。で、今後僕たちがその夢っていうのを実現するために目標とか数値設定をしないといけないと、はい、でその数値設定をした時に年内、30万人っていうのを決めてました、僕たちレスキューハウスね。でその30万人を達成するために何が必要なのかっていうと、やっぱり多くの人に知ってもらう、はい、発信する、まあ、ここをマストにしていかなあかんなっていうので、12月の23日から、レスキューハウスが毎日動画投稿をしていこうと思います。はい、もうこれは、皆さんに対してのお約束として宣言させてもらおうかなと思います。で、ここに数字にこだわりたい理由っていうのは、まあ、ライブとかでも配信してるんですけど、多くの人に見てもらうっていうところに僕たちは価値を置いてます。で全然面白くないかもしれんし、他のエンタメとかが YouTube でバズるからね、全然面白くないチャンネルかもしれんけど、で僕は、これも動画を毎回撮ってるたびに誰かの命を必ず救えると思って撮ってます。で、不適切な発言とかもあると思うけど、まあ、僕たちがその完璧な人間ではないし、そもそもそれを僕たちが完璧な人間ですよっていう発信もしない。だからそこは僕たちの人間としての成長っていうのを今後していくから、自分の大切な人を守るためにこいつらどうやって使おうかなって思って見てほしいかなと。僕たちについてきてもらうっていうよりかは、僕たちの投稿をもとに自分の大切な人をどうやって守るんかなっていうヒントを探してほしいかなって、そういうチャンネルなんで、はい、本当に僕たちも今後僕の夢、レスキューハウスの夢を達成するために引き続き頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回はね、今まで喋ってないことをねちゃんと皆さんに伝えれたかなと思うので、はい、これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。助かる命を助けるために。